株式会社矢島屋は、静岡県浜松市中区連尺町309の一に本社を構える書店チェーン。創業は1872年。創設者は初代斉藤玄三郎である。玄三郎は1845年に矢島屋多平の養子市になると、1868年に浜松の高野町に書店の博文社を開店させた。 当時の浜松では、白文社が唯一の書籍専門店であり、浜松城主の井上正直が書いた、白文社という変額がある。1872年に、明治政府によって学生が発布されると、白文社が刊行した、東東海冬土家が、浜松県の教科書に採用されている。同年、斉藤源三郎は、浜松塾の大手門前に、野号の矢島屋を店名とした、 矢島屋書店を創業し、書籍販売の専業となった。1874年には、文部省から教科書の地方本国権を許可され、白文社の名前で発行された教科書が、静岡県内の小学校で広く使用された。1886年に、教科書検定制度が定められると、検定教科書の供給が、矢島屋の営業の柱となった。 1916年に三代目の斉藤義雄の時代になると、俳人、図案家の相生がき家人によって、現在でも用いられているブックカバーがデザインされた。1924年には静岡市に進出した。1938年には小説家の島崎藤村が矢島屋書店の大看板の大事を書き、現在の連着店には、この大看板の複製が飾られている。 1941年には富士市に進出し、戦後の1948年には岩田市に進出した。2008年には浜松駅の駅ビルである名湾に静岡県で初めて書店にカフェを併設した浜松本店を開店させた。名湾の浜松本店の売り場面積は約600坪であり、約42万冊の本が陳列されている。 これに伴って、それまでの本店は、連着店に解消している。同年6月には、岩田市のララポート岩田に、やはりカフェを併設したララポート岩田店を開店させた。静岡県浜松市、岩田市、静岡市、富士市、富士宮市、沼津市を営業エリアとし、2019年時点で19店舗を構えている。現在は、T ポイントに加盟しており、 矢島屋やオリジナル T ーカードを発行していた。現在は文具、チークバ具グ、雑貨の販売も行っている。その他、矢島屋や英語教室も運営している。ありがとうございます。